金沢競馬最終レース第11競走、重賞一般社団法人 JBC 協会協賛第67回 MRO 金賞、フォーフィールドライブ賞、3歳馬戦、距離は1400メートル、今年は10頭で争われます。例年夏場に行われていました。そして近年は距離も1900メートルで実施されていました。 MRO 金賞、今年は実施時期が秋に、そして距離を1400メートルに、地元所属馬限定に改めまして行われます。金沢3歳世代最後の世代限定重賞、10番アリアージュ、収まると枠入りが終わります。第67回 MRO 金賞スタートしました。9番のバンディート少し遅れました。他の各馬は揃って出ました。まずは序盤の先行争い、7番のミオソフィアが外から行きます。追っていくのが10番アリアージュ、そして9番のバンディート、巻き返していって先団3頭、1コーナーカーブに飛び込んでいきます。後ろは4番マリンデュンデュン、外には8番ハクサンバード、あとは後方に3番ノブノビスケッツ、外には6番の竜のレッドアイ、後方に5番のピンクビジョン、そして1番ダイヤモンドラインは後ろから2頭目、2番ボストンコモン最後方、2コーナーから向こう正面、10番のアリアージュが先頭リード1馬身、7番のミオソフィアが2番手、さらに1馬身半、9番のバンディート3番手、後ろばらけて4番マリンデュンデュン、そして手が動く8番のハクサンバード、その後ろに3番ノブノビスケッツ、後方に6番の竜のレッドアイ、1番のダイヤモンドライン、この圏内5番のピンクビジョン、2番のボストンコモン最後方です。3コーナーをカーブしていきます。先頭10番アリアージュ、2番手以下が固まってきた、7番のミオソフィア、9番のバンディート、外からは4番マリンデュンデュン、4コーナー大外にはハクサンバード、混戦になりました。さらには3番のノブノビスケッツ、中を割ってきた、4コーナーから直線、今度はノブノビスケッツが先頭、抜け出した、追ってくるのはマリンデュンデュン、外からはハクサンバード、さらに外からダイヤモンドライン、ボストンコモン、先頭振り切って突き放したノブノビスケッツ、ゴールイン、快勝です。勝ったのは3番ノブノビスケッツ、メンバー唯一の重賞2勝馬、距離短縮を克服し3つ目のタイトル。ここでは実績違ったか、3番ノブノビスケッツ直線中を割って抜け出しました。そして8番のハクサンバードが2番手先行してよく粘りました。10番アリアージュが3番手、後方から直線追い込みましたが、1番ダイヤモンドラインはその後ろの圏内4番手、あとは4番マリンデュンデュン、2番のボストンコモン、6番の竜のレッドアイ、5番手以下混戦、勝負どころで馬群一塊、激戦となりました。直線の追い比べは3番ノルノビスケッツ、先行勢を捕まえて残り100で振り切ると最後は突き放してみせました。勝ったのは3番ノブノビスケッツ、昨年の兼六園ジュニアカップ、今年の北日本新聞杯に続いてこれが3つ目の重賞勝ち。見事に最後は後続を突き放してみせました。2番手は8番のハクサンバード、3番手は10番のアリアージュが粘りました。第67回 MRO 金賞、どうぞ確定をお待ちください。